アシ・ジュラ、1870年撮影の写真アンドラーシ・ジュラ伯爵は19世紀ハンガリーの貴族、政治家。オーストリア・ハンガリー二重帝国のハンガリー王国で初代の首相を務めた。ドイツ名はユリウス・アンドラーシ。姓の読みはアンドラーシとも。1823年、ハンガリー貴族であるアンドラーシカ・ーロイの子として、当時は、 オーストリア領ハンガリー王国の領内であった古書に生まれた。アンドラー氏の署名1848年から翌年にかけてのハンガリー革命と独立戦争に古州都を支持して参加するが革命は敗北しアンドラー氏はパリロンドンでの亡命生活を余儀なくされた。1857年に御社で帰国した後はハプスブルク王家と和解して ハンガリーの自治権獲得を目指し、自由主義者、デアーク・フェレンツと共に、オーストリア帝国との妥協を推進した。この結果、1867年に、ハンガリー王国に、広範な自治が認められ、独自の政府、議会を有することが認められると、同年2月20日、アンドラー氏は、初代の首相兼国防省となった。1871年、 オーストリア側のカール・フォン・ホーエンバルト首相が、帝国内のチェコ人とのアウスグライヒを立法化すると、アンドラーシ首相は、帝国内でのハンガリー人の地位が、相対的に低下し、ハンガリー領内のスラブ系住民の民族意識を、鼓舞することを懸念して反対した。皇帝フランツ・ヨーゼフ一世も彼に同調指導法を、承認しなかったため、ボヘミア・アウスグライヒは破棄された。 ベルリン会議時のアンドラー氏アンドラー氏は自由主義派のデアークトを領収となったデアークと協力して国内政治をまとめ1871年11月14日首相辞任とともにオーストリア政府の外相に就任したがこの職はオーストリアとハンガリー王国の共通閣僚会議の議長として両国共通の外交を担当していたアンドラー氏は ロシア帝国及びスラブ系諸国に対抗するためドイツ帝国との提携を進めたがこれはドイツ帝国成立に伴い二重帝国にとってはドイツ問題よりもバルカン問題の比重が高くなり同時に帝国内のスラブ系民族の独立運動を煽るハンスラブ主義やロシアのバルカン南下策がハンガリーの領土保全を脅かしかねないという判断によるものであった それと同時に彼は、ロシアとの部分的和解にも努め、1872年には、ドクロとの三定同盟を締結し1877年の、ロト戦争には中立を守った。1878年のベルリン会議で、アンドラーシ外交は、ボスニア・ヘルツェゴビナの行政権とノビパザールの占領権を獲得するなどの成果を挙げたが、オーストリアでは、アンドラーシによる、 議会虫の外交がドイツ人の自由主義派から反発され、ハンガリーでもスラブ系住民の比率を増やすことになる。ボスニアヘルセゴビナの獲得には批判が高まった。また、この会議の結果、要求が通らなかったロシアが三体同盟から離脱したため同盟は崩壊したが、アンドラー氏はドイツとの二体同盟を締結。 その翌日の1879年10月2日に外相を辞任し政界を引退した。彼の退任後、オーストリア・ハンガリーは、グスタフ・カールの機外相の下でロシアとの提携を重視する外交を進めていった。アンドラー主外交は、バルカンにおけるオーストリア・ハンガリーの利権を一時的に拡大することには成功したが、長期的に見ると、 ボスニアヘルツェゴビナ併合に帰着することによって、ロシアやスラブ諸国との非和解的対立を招き、帝国解体の原因を作り出すことになった。その後1890年、イストリア地方のボロスカで死去。同盟の次男も二重帝国末期の1918年の10月から11月まで、オーストリア外相を務めた。ありがとうございます。